踊り子と今料理人も捉えてきました。いいですね、料理人がいるんだ。おー、あ、すごい、鹿の頭がある。あ、これいいですね。すいませんか。はい、覚えました。速攻で覚えました。こんな感じなんですね。結構綺麗にできるんだ、これ。これ、これ何なんですか？リフレッシュするんですか？毒とかが。水増えないな。喉乾いてんだけど。これ何ダメなんだ、これ。これ何なんですか？状態異常回復ですかね。ミトラの、ミトラの像ですよ、これ。井戸欲しいですよね。レベルが、やっぱあれか。あ、ハイエナが、ハイエナ行ってますよ。おー、これ強い。極限かっこいいな。リードはレベル25っすね。高っ。結構先だな、25。まだ倒れた。編み物してる人がいるんですけど、これ。クシエルさんか。それも座れるんだ。ちょっと今日はバンバン作っちゃいましょう。で、ここも、これを基本ベースにして作っていくんで、基本的には、なくてもいいか。ここに窓つけましょうね。端でもよかったかな。これで、こうしていくか。ここの部分窓にしましょう。とりあえず、こうか。これちゃんとここに、階段つくかな。三角のやつ置いてると、あー、やっぱつかないんだ。ひどい。なんだこれ、一個どうにかしなきゃダメなんだな。やっぱ四角をちょっと置いて、その上に階段か。これでどうだ。ちょっと狭いけど、こんな感じにして、この上からもう、ここはバルコニーみたいな感じにしましょう。で、長く高くするのはこの真ん中の四角部分だけガンガンに上げていこう。とりあえずここら辺も置いていくか。あー、やっぱ柱が必要ですね。ここも柱がいろんなとこに必要になってきた。ここら辺でいいかな。で、ここは屋上バルコニーですね。屋上というか、この三角部分のバルコニーにしよう。ここになんかこれか。これ置いときたいですね。基礎。へい。これ、両方ちょっと一個ずつ作ってみるか。38、20。あ、結構使うんだな。こう、真ん中はなんか吹き抜けっぽくしたいですけどね。こう、上を見たら上まで見えるみたいな感じにしたいな。一マスだけ吹き抜けにしとくか。ずーっと上まで見えるように。一度、作り方の方針さえ決まれば、あとは単純作業で石集めてバンバン作っていけばいい感じですもんね。とりあえず、あ、で、あとは、塀がどんな感じかを確認してみましょう。5番、ん？あ、これあれか、地面に設置するやつか。これしか置けないんですね、6番。多分、これが外側ですよね。あー、すごいすごい。こんな感じのがつくんだ。なるほど。これしかないな。5番は、外に置くやつっぽいですね。なるほど。これは何なんだろう。よくわかんないですね、これ。なるほど。こんな感じになるのか。屋上は、こんな感じで、三角形のはそうしよう。あ、井戸ができた。
インドできたんですね、これ。ん？これ、水入ってます？どうなってるの？飲めたのかな？怖くて入れないな、これ。あ、入れないんですね。よかったよかった。ちょっと、ヨグの、祠の剣があるから怖いですね、こういうの入るの。これ、たまんないとダメなのか。入れないですね。でも、採取もしていきましょうね、これ。レベルが上がんないと何にもできないですからね。ひちょっと、踊り子を見つけた。踊り子いました。踊り子し、あ、行きます、行きます。あ、これ踊り子ですか。あ、いたいた。これ踊り子ですか。踊り子です。あー、ほんとだ、書いてある。いいですね。踊り子と今、料理人も捉えてきました。いいですね。料理人がいるんだ。奴隷にしましょう、奴隷に。今から心を折って、アフロさんの建築の社畜として生まれ変わるようにしつけますから。踊り子踊ってくれるのかな、楽しみですね。3時間、4時間ぐらいかかりますもんね。いいですね、奴隷生産所が。これいっぱい置きたいですね、奴隷。奴隷を増やしたい。奴隷ハンティングですね。このゲーム、ほんとこれが面白いですよね。奴隷捕まえられるのが。井戸、ちょっと。されたあ、なくなった今。今なくなりましたね、井戸。これでも時間経過で水湧くって説明に書いてなかったっけ？湧いてきますよね、多分。あ、今湧いた。今湧いた。あ、なくなった。飲むと、飲むとなくなっちゃうんじゃないですか。でも戻りましたよ、一瞬。アフロさん、これ開けまーす。サーバー作業してからずっと見てるんですけど。あ、また水出てきた。補充されないですね。ありがとうございます。3位の剥製、剥製マニアじゃないですか。これ、じゃあ出入り口のとこに飾っとこう。わ、でかっ。3位やばいな。どうします？それいってんのか。いた！あ、なんか来た。あ、踊り子なんかさっき、クシェルさんが捕まえて来てましたよ。踊り子と料理人は捕まえた。あのね、ここのね、集落は結構いいんだよね。今看板立てるから、ちょっと、あの、大切に扱うようにね。ハローワークです。これ、魚さん、サイ置きました。めちゃくちゃでかいですよ、これ。いや、今作ったばっかり、初めて。あ、そう。すーごいでかい。ちょっととりあえず扉のところに。ハローワークめっちゃブルブルしてる、これ。でかっ。サインの入り口だな、ここは。じゃあこれか。これです。君が欲しい。頑張れ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 。離れてみないか。頑張れ頑張れ。うちに欲しい人材だよ。よし、行きました。はい、採用です。採用です。持って帰りましょう。持って帰りましょう。あ、いいですよいいですよ。持ってってください。後ろから見ています。あ、タイマツ、魚さん。みんな大丈夫か？明かり明かり。何も見えない。ありがとうございます。あ、いいですね、これ。砂漠、引きずられる感じがいいな、この砂を。ほら、この野郎。やめなさい、ちょっと大事なね、うちの人材なんですから。これ、蹴りとかないですよね。蹴りとか入れたいの。あ、明るくなった。あ、行ってる行ってる。早い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 。気持ちよさそうですね、砂が下あると。3とか4ぐらいでも良さそうですね、夜。よし、帰ってきた、帰ってきた。ここですね。じゃあ、ここに入れましょう。ああ、いいですね。今もう満タンな感じですか、4つとも。1個だけ今空いてますね。あと1人回せますかね。なるほど。あと1人回せます。こっちが、踊り子。踊り子もアイコンでわかるんですよね。これ面白いんだよな。ああ、確かに。料理人ですね。ほんとだ。料理人、アイコン出てますよね、全部。はい。ほんとだ、踊り子。で、戦士はね、5人、4人ぐらいもう、心折ってる、折り終わってるんですけど、置けないんですよね。ちょっと置き方がわかんない。あ、いた！おー、ライオン丸来た。すげえ。いいですね、ライオン丸。おー、こんなことができたのか。これ奴隷って死んだりするんですかね。そうなんかね。あ、消えた。
重いですよね。な、毎回好きなとこに置けるってことですよね。じゃあもうこの入り口でこう威嚇してる感じでいいですね。どっか門番的な感じでいろいろ。おお、すげえ。面白い。あ、これごめんなのか。これいいですね。いいですね。すごいすごい。ちょっと奴隷増やしたいですね。奴隷増やしたいですよね、これ。檻とかないのかな。リクルート行きませんか、リクルート。行きましょう、行きましょう。ハローワーク。ハローワークですね。あ、はい、ひっちゃんさんも来てくれた。ひっちゃんさんのその服は、宗教のあれですか。ジーパンにしか見えない。この上に特殊なやつが湧くんですよね。へぇー。あ、でもいないかな。全部もう、やっちゃったかな、今。あら。次湧くまで待ちましょうか。そうしましょう。なるべく箱から取らないって。あ、取らない方がいいんですね。なんか、逃げ消えちゃうじゃないですか、たまに。なるほど。それは、戦士か。一人だけ。で、魂取っておきましょうか。そうですね。あ、こっち側向け。アフロさん、なんか人肉取るやつ持ってます？あ、持ってます、持ってます。ちょっと人肉。これ取ります？あ、今回出なかったですね。出たり出なかったりしますもんね。僕が魂取っちゃったからかな。あー、一人につきやっぱ一個なんすかね。強い。そんなすぐ倒せんの？二発でいけるんですね。今、あれステータスいくつ振ってます？ひちゃんさん。攻撃のやつあれ10だけですよ。10。高い。結構振ってる。5しか振ってないな。今、レベルいくつですか、ひちゃんさん。まあ、26。高い。結構やり込んでますね。まだ10、まだ14っすよ。すぐあの、こいつら使ってたら、すぐ上がります。あ、じゃあ倒しとこう。今のうちに。動物がいいんですね。ハンマー強いなぁ。残殺ですね。早い。仕事が早いですね。なるほど。それぐらいやんないと上がんないのか。早いですよ、これ。早いっす。職人ですね、完全に。奴隷3人に増えてます、これ。拠点が見えないんですけど。あれ、なんか、鹿が。奴隷がめちゃくちゃ増えてんな。読み込んでる読み込んでる遅っ。また回線速度遅くなってきたがこの時間になって。サバが重い感じしますね。あ、今重いですか。鹿が全然、鹿が全然。こっちが読み方です。読みか読み込みが遅くて拠点が。そっちで読み込んでるから遅いのか。こっち、あ、すごい溜まってる。いけそうですね、これだと。おら、今みんな重いですか。おら、おら、あ、溜まった溜まった。すごっ。これ水取れましたね。あ、動けなくなった。ええ。取れました取れました。水道。歩けない。移動。だいぶ溜まってる。これすごい楽だ。これバッシュの方が強いんですかね、ハンマーは。早いんですよ。なるほど。攻撃力変わってない感じですよね。あ、ほんとだ、早っ。じゃあ、アークの、ありましたよね、確か。アークも最初こういう。あ、来た。ハイエナか。作ってる会社別ですよね、アークとは。全然違うみたいですね。おー、強っ。ハンマー楽。ハイエナも2発か。サイの頭危ないですよ。同じか、ラグで来るとき。最悪だよ。何もできないじゃん、これ。すごい、ハメ技があるんですよ、サイ。サイは、あれ、きついし、あの、ハマっちゃうとダメ入んなくなんないですか、あれ。な、入らないですね。無敵で、サイの一方的な攻撃になっちゃう。誰か来て、誰か来て、誰か来て。あ、行きますよ、行きますよ。なんか飛んでってましたよ、今。死体が、あのサイです、あのサイ。あのサイ来てる。んどこだ、あ、これか。重っ、重っ。死にそうでやだな、これ。あー、やばいやばい。ハマってる、ハマってる。ハマった。ハマった、ハマった。やっぱダメだ。ちょっと待って。ダメ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 。助けて、助けて。早く倒して、これ。頭が、
頭が頭が あ, ありがとうございます、ありがとうございます。硬くないですかこの際、この際硬い、なんか 黒い黒くないですかその際、普通の際これ違うんですね際。あ、死んだ死んだ死んだ、よかった。なんだすごいエキサイトマシーンに僕が立ち会えない、黒際かこれ。危なかった。すごいなこれ、ツルハシ強そうだなこれ、また死んでるな。新武器がどんどんできますねこれ。この武器強そうじゃないですか、見えます？これ見えないか、ハンマー持ってるに見えますね。あれ、じゃあやっぱ違うんだ、ハンマーツルハシになってるんですよね、こっちで見ると。ハンマーツルハシだいぶパッと手に入るやつないですか。すごい強そうですよこれ。あっちの方行きます、そのあのドクロがある。あー行きたいですね。ちょっと入り口がもうほんと堅牢すぎて崩せなかったんですよ。行けましょう行けましょう、みんなで行けば行けるでしょ、行けるでしょ。ちょっとなるべく同士打ちしないように離れて戦った方がいいかもしれない。了解です。なんか特殊な職業だけですよね残すのは。はい了解です。じゃあ適当に、後ろにハイエナ2頭います。はい、とりあえず、ああ、あれいない、ここからいるんだけど、階段のとこに2人いますね。あ、減ってる、少ない、出てきた出てきた。おーおー、ラグイラグイ、こっちも戦士ですね、うん、重そう、うん、ラグですねめちゃくちゃ。やばい、突然死にそう、またとりあえず回復薬使いまくろう。ラグがやばいですね。あ、なんとかいけたっぽい、魂もらいます。うわすごいいますよ、祭壇のところいるんですって、だからすごいいるんですよ、やばいですね。弓矢で一発当ててみるか、弓矢がやばい。あ、ダメだった、ちょっとずつ引っ張ってきてるんですかね。なんか弓でおびき出せばいいんじゃないですかこれ。戦士暗っ、あ、消えた、よし、いた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 、消えましたね敵が。これはあ、いっぱい来たいっぱい来た、いっぱい来た、やばい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 、ラグイか、多分囲まれたら即死に、は飛んでますよこの人たちみんな。やばいやばいやばい、これひどいな、みんな飛んで戦ってる。やばいやばい、これ死んじゃってるかもしれないな。あ、落ちた。踊り子できてる、え、早くないですか、ここの見たい見たい、踊り子見たい、この明るいところに置いておきましょうか。重いってそれは人一人持ってるんだから重いな。あ、すごい、踊ってる、ね、踊ってる、踊ってますよ踊り子。おおおすごい、踊ってる踊ってる、すごい、こんな感じなんだ、踊ってる、判決で踊ってます。じゃあこれ全裸モードだったら大変なことになってんじゃないかこれ。これはいかんな、これはいかん、これすごいすごい。これはまずいな。すごい、でも軽やかに踊ってますね。いいですね踊り子、いろんなとこで踊れるのかなこれ、ちょっと場所を変えてみよう。じゃあいいですね、あれなのかな、この子の近くにいれば堕落が戻るってことですかね、だと思います。あ、そう、炉の上で戻れますよこれ。すごいすごい。あ、ちょっと踊り変わってませんこれさっきと。すごいぞこれ。すごいすごい。飛んでる飛んでる。神々しい。ああ、いいじゃないですか。すごいすごい、こんな感じなんだ踊り子。すげえ。確かにダンサーいっぱい欲しいですね。焚き火の上とかもいけるのかなこれ。怖いな。ヨグの穴の上だけやめてください。ヨグの穴の上はやめて。なんかいらない奴隷ちゃんを置きたいですけどね、ヨグの穴の上。あ、待って、やばい、バッドエントリーってなっちゃったんですけど。え？なんだこれ。アイコンが変わったんですけど、踊り子の。ゲ！なんかに入れて。
チェストかなんかに入れて。チェストに入れますね。多分他の人が見たらどうなってんだろう。こっち側から入ります。あ、入りましたね。ここの今開けた箱に、あ、バッドエントリーになってますね、バグってます。まあもしかしたらでも何かのタイミングで戻ってくるかもしれないから、戻ってくるかもしれない。取っとくだけ取っときましょうよ。ごめんなさい。これな、いやいや、これはしょうがない。炉の上がいけなかったのかもしれない。恥ずかしくなっちゃったんですよね、きっと。